せーの、ほやほや株式会社新婚夫婦ということで、はい、今日はしょうこちゃんが、はい、認知療の病院に行くの巻、はい、行きます。やっと、1ヶ月経ちます。1ヶ月経ったっけ、3週間1ヶ月経ち、23日ぐらい経ちまして、で、デイ 3? デイ 3? デイ 3? D の3って言って、セリが来てから3日、そう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 、目目に、はい、そう行かなきゃいけないので、はい、今回久々に行って、はい、今回はできるのかできないのかっていうのを、うん、ちょっと先生の判断で決まると思うので、はい、ちょっとどっちになるのかわからない感じだけど、はい、あんまり期待も しないつつなんか今日は一応いい日なのね。なんかあ、3月31日そうそう、なんかいろいろかぶって虎の日とか、なんか一流、今日財布買ったらいい日とか、うん、なんかまあいい日なので、まあ、うん、どんな結果でもまあいい日にさした方がいい。なんかね、いい日にしないと、うん、あの悪いものが集まってくるとか。いい日にしましょう。だっていい日にします。なのでまあとりあえず行っていきたいと思います。はい、今日はね、久しぶりに僕もついていくので、はい、はい、先生を、はい、あの尋問したいと思います。はい、私は、はい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 流しますので、はいはい、行っていきたいと思います。ただいま帰ってきたよ。帰ってきたよということで、もう夜中になりますけど、はいはい、いやー、お風呂も沸きましたよ。そうです、私が入ろうとしてるところで本当にお風呂も沸きましたけど、はい、もうちょっと浮かれちゃって、はい、はい、ということで、まあ今日久しぶりに今日行ってきたんですけど、はい、結果の方、はい、結果の方はですね、どうでしたか。はい、新年度は4月から、はい、一応採卵と移植と体外受精のステップに初めて入ります。はい、なのでまだね、でもそんな全然ね、あの次が卵胞チェックっていうのがあったり、採卵も取れるかも、採卵のとこで中止っていう場合もあるし、はい、で卵が取れなかったり中止もあるし、移植まで行くまで、その体外に行くまでも分かりませんが、ただ第一ステップをクリアしたと。一応そのね、今までのこう残ってた HCG とか、はい、そういうのが多分今日の血液検査で分かったので、今日はあの内診室、はい、足を開くところには行かなくてよかったのが、それが一番私は、そう、そのね、まあ、今日もあの病院行ったら、うんうん、血取って、はい、先生と話して終わりみたいな、そうで、はい、感じだったんですけど、ね、終わった瞬間、うん、今日は開かなくてよかったってずっと、そう本当に血液検査とかはもうね、最近もういいの、うん、どうでもいいの、慣れちゃった、はい、もうお願いしますって感じなんだけど、うん、まあすごい上手なのもあるし、うん、なんだけど、その、 あの生理中の股開きはとても辛いの、これはもう慣れなきゃしょうがないんだけど、はいはいはい、普通はあの不妊治療の人工授精とかの時は、うん、そういうのやんなくてよかったのね。あー、タイミング的に生理中ではなくみたいな、そう、はいはいはい、で、わかんない、これからもどうなるか、ただ、はいはいはい、その今回やらなくてよかったのはすごくよかった、はい、もう嬉しかった、その生理中に飛躍のだけは辛くて、うん、で、かかった時間は1時間ぐらいだったね、うん、今日今回は1時間でね、さらっと終わって、なんかすごいね、スムーズだったね、うん、ちょっと今回、はい、いつも朝方に行ってたんですけど、はい、なんか午後の分に行ったの、今日夕方、はい、そうで、ちょっと午後の分はどんな感じなんだろうって様子を見たら違った、人少なかった、パラパラしてる感じなのがあったから、確かに平日の昼はいいのかもしれませんと、うん、ちょっと私のところはそうなのかなっていう、うん、いや、っていうか何よりも、うんうん、まあ、なんか前回翔吾ちゃんが一人で行って、うん、まあなんか、うん、そう困ってたっていうか、うん、なんかもういろいろわからないみたいな感じで、うん、そんなんもっと先生に聞かないとダメだよと、うんうんうん、僕は言って、うん、もう今回僕行きますと、うん、意気揚々と言ったんですけど、そう、株もね、ついてる、行ったんですけど、先生に言った一言、僕、はい、ありがとうございます、以上。そう、あのね今度からは、次からの次また行く 日にちが決まってるんだけど、はい、その先生に、はい、次からは一人で来てくださいって言われて、はい、まあ、そりゃそうだろうなと思いながらも、コロナ的なことで、あの同行してる人は減らしてくださいみたいな、ちょっとだけいるけど、うん、なんかあんまり良くないのっていうのもあって、あと僕の出番じゃないっていうのがあれですよね、うん、多分採卵することになったら、うん、僕出動するんで、
確かに、ね、僕も出さないその後はそうだね、はい、あっちのそういうなんかそういうお部屋があるのでパワーはいでもなんかすごい私的には、はい、この前行った時がすごい一人でやっぱ心細かったの、うん、なんだけど今回はカブがいることについてすごく心強くて、うん、あの何でも話があってもカブがこう聞いてくれるっていう心強さ、うんうん、心強さがあったので、うん、結果出番はなかったけど、うん、心強さはあの血液取った後も、うん、エレベーターに何回も乗るんだけどね、うん、頑張ったとかねちょっとしたことをお父さんや言ってくれるのねお父さんそうお父さんありがとう、うん、っていう感じで、うん、なのでそこら辺はすごく心強くてなんかいるだけで、はい、あの余裕だしみたいなちょっとその態度が出せるなるほどそれがすごいお守りみたいなもんだ本当にそれだから血液検査も余裕だったの、うん、だからすごい本当に心強かった、うん、ありがとう父さんありがとうさん ありがとうはいということでね、はいまあ、何よりも、はい、第一関門突破してね本当に良かったわと思って、はい、だってもう今日突破しなかった場合は、うん、今月もお休みですってもう今日言い渡されるそうそう、ね、ところだったからでまだわかんないまだね次の時にチェックされるから来週ぐらいだもんねそうそう来週ぐらいでチェックされてそれであまだダメですねみたいなこと言われたりとかあちょっとまだ油断がありますねとか言われたらまだわかんないどうなんだろうなんかその辺わかりません何回この関門があんのって話でも一応ねその証拠のところのクリニックは行ってるところが一緒にそこはあの月に5回ぐらいで済むっていう結構すごくあんまり行かなくていい数少なくこっからじゃああと、うん4回ぐらいテストがある的な、まあ、次行って採卵できるってなって、うん、そのチェックを OK でも採卵する日になってやっぱりダメとか採卵した結果はダメだったとか、うん、そして次が移植の日そして次が判定日みたいな感じで、なのですごく少ないのまだでも人工授精の時は4回行ったら多い方ってぐらいだったの数的に月にねそうなんだけど体外にステップ上がると5回が最小最小かな最小無理そんな働きながらは働いてるけどいや働きながらスケジュール月5回はなかなかそうだって今回次行く時もですね、うん、あの私たちそのこの日に来れますかって、うん、日にちも指定されてるの、うん、なので、まあ、この日の午前来れますかって言われてそうなので来れない場合はそのちょっと1個前の日もう一応いいんですけど、うん、もう採卵の日なんて絶対に行かなきゃいけないから、うん、本当に融通きかない限りね難しいなと思いますハワイとか行けないよ本当にこれは今はちょっと今の今行く場合じゃないって感じになってきますけど、うん、なのでまあ4月いやー、ね、でも本当テンション上がったねまあもう私はもう平常心で言うともそのテンション本当上がったいや上がったけど、うん、なんかそのもう第一ステップすぎて、うん、もうそのガラガラってお願いしますって言って、うん、はい今回は行けますじゃあ次この日行けますかみたいなのさらーっとそうだね、私はそんな感じが好きです、うん、すごい機械的な感じが好きなので好きなんかい前回機械的でなんかすごいあれだった違う卵巣年齢が45歳って言われた10個上だからっていうのを言われたのが、うん、なんか早く妊娠しないとねって言われたけど休みだったっていうのが辛かっただけで、うん、今回の先生はすごく優しい方で、うん、私的にはすごくお気に入りの先生だからすごいその本当に、うんなんかケアがすごいいい人とあれがあるのかもしれない合う合わないまあでもそれも運だから運、ねうん、だからしょうがないだけど部屋開けてみないと誰かもわからない、うん、そうコメントとかでも、うん、あのだったらもう病院変えた方がいいんじゃないですかってすごいいっぱいいただいたんだけど、はい、私のところはいろんな方がいらっしゃるので、うん、その指定もできないんですよ、はい、なので指定できる指定したらどうですかって来たりもするんですけど、はい、それは私のところはもう運なので、はい、まあそれは別にそれで楽しんでいくしかないなって楽しむすごくないもう楽しむこの明るさこれはもうすごいよねなんかあんまりもう何も感じないぐらいへ、うん、嬉しいなんかやったーとかもあんまり思わないぐらいななんかそこはもう普通はいはいそうですねはいよろしくお願いしますはい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 って終わります、はい、成長人として成長しましたカブがいてくれたのが大きいねいってらっしゃい。はい、ということで、はい、今回は、うん、まあ軽い感じでしたけど、翔子ちゃんの通院レポート。はい。
新年度も頑張りましょう。バイバーイ。バイ。